ホルヘカストロはアルゼンチンのプロボクサー。元 WBA 世界ミドル級王者。20から50戦でキャリアを終えるのが一般的となっている現代で144 130勝という驚異的なレコードを保持。ミドル級でも小柄ながら3階級上のクルーザー級で2度世界挑戦をした。1987年2月14日、スーパーウェルター級で プロデビューし初回小勝ちでデビューを飾った。その後ハイペースで試合を重ね経験を積んだ。1989年4月14日、アルゼンチンファブスーパーウェルター級王者ウゴラウル、マリナンゲージと対戦し4回小勝ちで王座獲得に成功した。1991年12月13日、72戦目で、 WBC 世界、スーパーウェルター級王者テリーノリスと対戦し12回、0から3の、判定負け。1992年6月30日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアと対戦し10回0から3、判定負け。ジョーンズはこの試合で、デビューからの連続個記録がストップ。1994年8月14日、ジョン・デビッド・ジャクソンの王座剥奪で区位となった。 WBA 世界ミドル級王座決定戦で、レジー・ジョンソンと対戦し、12回2から1判定勝ちで、王座獲得に成功した。1994年11月5日、アレックス・ラモスと対戦し、2回1分13秒小勝ちで、初防衛に成功した。1994年12月10日、ジョン・デビッド・ジャクソンと対戦。一方的に攻め立てられ、 負け寸前にまで追い込まれたが、一発のカウンターから、大逆転の9回2分34秒、TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功した。1995年5月27日、アンソニー・リューズと対戦し、判定でも3者ともに115から114のわずか1点差に、追い上げられたが、最終12回2分14秒 TKO 勝ちで3度目の、 防衛に成功した。1995年10月13日、大座決定戦で対戦したレジー・ジョンソンと対戦し12回、2から1の判定勝ちで、ジョンソンとの因縁を断ち4度目の防衛に成功した。1995年12月19日、高楽園ホールで、竹原慎二と対戦。3回に、左ボディブローで、プロアマ通じて、初のダウンを奪われる。 この時カストロはマウスピースを吐き出して、時間稼ぎをした。試合は12回0から3の、判定負けで5度目の防衛に失敗し王座から、陥落した。1997年2月15日、ロベルト・デュランと対戦し10回3から0の、判定勝ち。1997年6月14日、デュランとのリマッチで10回0から3の、判定負け。 2000年12月16日、WBC 世界クルーザー級王者ファン、カルロス・ゴメスと対戦したが、キャリア初の小負けとなる10回1分56秒、TKO 負けで2回級制覇に失敗した。2001年10月20日、イマム・メイフィールドと、IBF 世界クルーザー級挑戦者決定戦で、ワシリー・ジロフへの挑戦権をかけて対戦死球。 R 開始早々危険で挑戦権獲得に成功した。2002年2月1日、IBF 世界クルーザー級王者ワシリージロフと対戦したが12回0から3の判定負けでまたしても2階級制覇に失敗した。2007年1月27日、前回敗れたホセルイス・ヘレーラと再戦し2回に4度倒し試合終了。 2回2分28秒 TKO 勝ちを最後に現役を引退した。ありがとうございます。